皆さんこんにちは、黒メガネ黒の京阪神駅前探索。今日は京阪片野線の宮の坂駅に来ています。宮の坂駅は枚方市に位置していまして、枚方市駅からたった一駅のところにあります。まあ、歩いても10分ぐらいで来れるんじゃないでしょうか。非常に枚方市と隣接しているそんな駅です。駅前はこんな感じで、高架下にいろいろと店があるようです。100円均一の店でありますとか、喫茶店、居酒屋、そういった店が並んでいます。この上を走ってますのが京阪の片野線。ここから木佐市の方まで行っています。この宮の坂郵便局、ここは確か大昔古本屋だったような気がしますけれども、いや古本屋でしたね。確かにここの2階上がっていって古本を買った記憶があります。今は郵便局になっています。この道をまっすぐ行きますと泉屋、そしてこの道は枚方市駅の方に行きます。それでは反対側、こちらの道を行ってみたいと思いますけれども、こちらは非常に坂になってるんですね。今回も自転車で来ていますので、ちょっと坂道を登るのは億劫ですけれども、登っていきたいと思います。ここずっとまっすぐ行きますと国道1号線の方に出ます。結構古くからやってるような、そんな電気屋さんとか、歴史を感じさせるような、そんな店が多い雰囲気の宮の坂。この辺りは住宅街になっているようですね。ちょっと小高い丘になっているので、ここの住宅の窓から下を見下ろすと枚方市の市街地が一望できるのではないでしょうか。まあ実際見てないので分かりませんけれども、これはあくまでも想像です。しかしそれにしても、今4月なんですけれども、非常に陽気がいいんですが、自転車登るには非常にきつい。もう汗が滴り落ちるような、そんな感じなんですけれども、必死に登っています。このマンションも高台にありますので、展望は非常によろしいかと。こちらの病院なんですけれども、中宮病院と、まあ、昔は呼ばれてました。今もそのように呼ばれているのかどうか分かりませんけれども、大阪府立精神医療センターというふうに聞いています。ただ昔の精神病院、この塀が、まあ、昔の名残を残してますけれども、非常に不気味だったんですね。なんかちょっと薄暗いビルに鉄格子がはめられてまして、なんかちょっと本当にもう通るのが怖いぐらいの、そんな雰囲気の病院だったんですけれども、今はこのように明るく綺麗で爽やかで、この桜の花も非常に綺麗に咲いていたことでしょう。1週間前までは、今は葉桜になってますけれども、昔の精神病院とは本当にもう想像ができないぐらいの立派な建物になっています。それだけでもこの街の雰囲気がガラッと変わってしまってます。それではちょっと戻っていきたいと思いますけれども、宮の坂の駅の方に戻っていきます。
で宮の坂の駅に戻っていくその途中に百済王神社、こちらの方寄ってみたいと思いますけれども、この百済王神社、韓国の百済王を祀る神社ということです。なぜこの枚方にあるのか、それは何でしょう。でここの、まあ、広々とした空き地みたいなところなんですけれども、これは百済寺の跡地のようです。まあ、なぜ枚方市に百済寺があったのかどうかっていうのも謎です。まあそれはネットか何かで調べていただけると出てくることでしょう。あまり興味がないので私は調べません。うん、非常に有名な神社なんですけれども人はあまりいないようです。小高いところに立ってますので、ここから枚方市の、まあ、町並みが見渡せるものかと思って来たんですけれども、微妙ですね。微妙。さあそれでは戻っていきたいと思います。宮の坂の駅に戻って改めて宮の坂駅前をちょっと見ていきたいと思いますけれども、さすがに自転車帰りはめっちゃ楽です。高架が見えてきましたね。この高架の下が宮の坂駅です。それではちょっと宮の坂駅前どういう感じなのか散策してみたいと思いますけれども、この手作り豆腐というのは非常に有名で買って帰ろうと思ったんですけれども、まあ、残念ながら日曜日は定休日だったようです。ものすごく美味しいという評判だったんで残念です。こちらが銭湯があったんですけれども、宮の坂温泉という銭湯があったんですが、これ火事になったようなんですね。数ヶ月前に火事になりまして今解体しています。今後どうなるんでしょうか。新たな温泉ができればいいんですけれども、多分それはないでしょう。とクエ料理アンドン、こういう細かいところにも店が入ってます。なかなか隠れ家的でいい感じがあります。この高架を抜けるとガード下の商店街、 L 宮の坂というようです。そこには100円均一、鳥屋、喫茶店、昔は本屋さんもあったと思うんですけれども、今はもうなくなってますね。以上、京阪片野線の宮の坂駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。